疲れちゃんです。ラットです。そして、ボイン、ギュギュです。ちょっと、ちょっとですか。危なくない。いや、僕の新挨拶。はい。まあ、新挨拶なんで。全然大丈夫です。はい。じゃあ、今度から使ってください。ボイン、はい。ボイン。いや、全然普通っす。はい。悪い意味じゃないっす。はい。お願いします。お願いします。お願いします。なんすか、全然。今日はですね。まあ、企画聞いてないから、まだ。そうなんですよ。まだ言ってないですよね。ここで、発表なんですけど。ありがとうございます。まあ、キヨキヨさんいつも、はい。キヨキヨさんがスパーキー使って、はい。僕がハンデもらってじゃないですか。確かにね、確かにね。よくある形。逆でいこうかなと思いまして。ほう。本日。ほうほうほう。僕がキヨスパ使えば、メタられて若手リセットを、待って、それ面白い、それ面白い。普通に面白い。なるほどね。で、僕は、うん。まあ、キヨキヨさんの、これっすかね、キヨキヨさん。これですね、これですね。僕はこれを使います。なんで、はい。キヨキヨさんはこれを目立ってください、存分に。え、待って、それ。存分に目立ってください。え、待って、ロケットはどうなんすか？いや、もう全然、もう、マジで、僕は。いや、それ勝てるって、それは。僕が、いや、待って、負けたらやばいから言うのやめよう。だけで。マジ？お願いします、マジで。それ、めっちゃ面白いね。それ、逆をね、やってみたいなと。僕が使ってて、普段からやっぱ嫌な感じがするわけですよ。嫌なやつをぶち込んどけばいい。マジで？これでいこうかな。ちょっとラッドさんちょ見ないでくださいよ、はい、これでいきます。ちょっとはい、これ結構ね、そうだ、これが嫌なんです。これが嫌で、まあ、やらめですよね。やらめ分かってるんですけど、でも結構僕逆になんかちょっと心配なのはなんか言い訳になっちゃうからやめたいけど、なんかあんま使ってなさすぎて、使ったことないで、あ、どうしようどうしようってなっちゃうのが怖い。でもさすがにこれ僕だったら絶対勝てないで、行きますか。お願いします。そしたら行きますか。じゃあリッドさんにね、ちょっとリッドさんに、いや、ラディス解明しないリッドさんに。じゃあ行きます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくと。うん、よし、アピっていきます。うわやらしい、やらしい。二重シュアピ、どう来るんだろう。はーっつって、まだ分かんないですかね。僕は逆になるほど、そういう感じ。ラバ、あ、なるほど。どうですか。あ、なるほど。なるほど。はいはいはい。あ、まあまあ。でもちょっとまずいよね、もうすでに。まあまあまあ。まあまあ。ラバで来たんすか。ラバです。だから、ラバが、俺ウッドですよ。ラバがちょっとやっぱり、くせ者ですよね。ラバ腐るな、これ。あ、まあ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 。全然ですね。ウッド、僕はこれ覚えるのがすごい大事ですね。確かに。もういっちゃう、これ。なるほど。なるほど。やっぱまず大丈夫。あ、墓石、ああ、スパーキーの。ああ、でもちょっと、うわ、嫌な目打ちなかったなぁ。ああ、え、これ。やってるよ。え、勝てそうなんですけどね。ちょ、まずいね。完全にこのデッキの連動が。覚えないといけない。ラバと。あ、いうえお、あ、いうえお。ラバと墓石と、メガゴと。危ないです、危ない。先生、スパーキーまで出してないっすね。うん、いらないっすね。いらない？もういっちゃうよと。で、こうすると始まりじゃないじゃん、また。よし、うん。5枚。うん、うん。いや、多分やらない。バレル、ゴブゴヤ、ババゴヤ。全然違う、全然違う。さあ、いや、ロケットかエレキかな。エレキいいっすね。どうですか、これ。あ、ライトラか。これ嫌でしょ、と。いや、それはなかなか厄介ですね。うん。あ、やべ、やべ、やべ、待って。いや、しかし。あー、いや、しかしですよ。惜しい。惜しいな。しかし、これやっぱり。いや、これガゴメか、ガゴメか。なかなかきついな。ガゴメかダメだな。よしよし。そうだ、忘れてた。何したんすか？あなたのデッキです。ガゴメない、ガゴメわかる。でも削ってますから、僕言って。まあまあですね。なるほどね。あ、やばい、ミスター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 。金融起動して。これ絶対止められなくないですか？止もうじゃないですか。え、絶対止められなくないですかって、俺。甘いっすね。止めれません。はい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 と、はい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 と、めっちゃ見てるじゃないですか。ちょっと待ってください、やばい。よしよし、いいね、いいね、いいね。僕ずっと顔隠れてた、ごめん。ごめんなさい。よしよし、いや、まあまあ、言うてワンチャンだな。いや、僕やっぱり、あ、よかった、スパーキー使ってて。いや、それやれた嫌なことを分かってるっちゃ分かってるじゃないですか、言うて。あ、そうっすね。マジでこういう感じ。あ、これまずいな。まず大丈夫、まず大丈夫。さては、おまずくないですか。さては、おまずい。さては、おまずいっすよね。ぶっちゃけ。おまずいっすよ。やばい、やばい、それ終わった。そう、まずいっすよね、だって。いや、もう嫌ない、捨て。捨てっすか。うわ、やばい。おまずい。スリクラやばい、スリクラやばい、スリクラやばい。いや、おまずいな。ここ！だ、
ジいいね。いけ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 たのいけいけ。うわあ、すごい。めっちゃ集中して、待って、勝てた勝てた勝てた今だって。確かに。これメガゴもちょっと早ければ、うん、耐えてたんですよ。で僕ね思ったのが、はい、これねラバがマジで腐ってたんですよ。いらなかったくないですか。いらなかったなんなら。じゃあです、あの。いや、これやだなぁ。もう一個あるんですよ、キオスパ。ありますね、あります、ね。チェンジしていいですか、チェンジ。いいです、いいです。チェンジ。どれですか、もう、見ていいのかな。はい。でも、これ、まあ、キョキョさんのですか。いや、これマジで強いやつ、これ。あれ、俺、僕ね、クローン、いや、本当はね、はい、ポイズンなんですけど、ポイズンかハイボなんですけど、あはい、今なんかクローンが流行ってるじゃないですか。だから僕、これ、ポトロンにして。これ、めちゃくちゃいいなと思ったんですよ。強くないですか、これ。メタルのむずいっすよね。これね、僕あの、ジャイスパ使ってるとやっぱりラバに勝てないなってことで、結構空多めでやってるんですよね。はい、そうなんですよね。いや、これは、いいやつで、これ割と僕でね、いや、はい、ごめんなさい、あのね、多分これ僕より前に使ってた方が多分たくさんいると思うんですけど、はい、僕が一応作ったんですよ。はいはい、え、割と、めっちゃいい感があるんですね。ってことで、勝ちたいと思います。これ、割れながらいいデッキだな。これだって、難くないですか？うん、でランバーとかメガゴとかマスケって意外となんかメタリにくいまでですよね、ですよね、バレルとかだったらあれねみたいなあるけれども、そうなんですね。え、いいんですかトルネで。いいです、トルネの方がいいです。なんか何にでも確か奇跡起きそうな。クローンだから使えないから。いや今の勝てたな、今の勝ててたんですよね、気持ち。いやでも気持ちで勝っても意味ないんだよ。先生がよくご存知なんじゃないですか。気持ちで意味ないですか。結果いや、これでも辛いな。あ、わかったわかったです。ごめんなさい、わかった。わかりました。まあ、ちょっと連動が怖いですけど、でも、はい、相性的にはもうバチコリですね。でも僕はもうここで、キョキョさんが使ってくるのわかりましたよ。なんですか。いや、言わないですけど。始まってから言います。始まってからじゃあ言ってください。始め、いや、これ始まってから、はい。無理ですよ、これ。絶対無理です、これ。しかも当てられないし、無理ですよ、これは。いや、簡単っすね。お願いします。いや楽しい、普通に。まあ枯渇系ですよね、結局は絶対。いや、トルネザップなんで、落ち着いてください、落ち着いてください。よろしく。トルネザップか。よし、あ、ちゃんとこれは使っていきます。まあそれはね、一発目やっぱ挟むと。これないですか。いや、甘い。もう僕ぐらいだとやっぱ使わないですよね。飽きた。これどうしてくるんだろう。だってもう出すと、はい、出すと死ぬって分かってるんで僕。ちょっと珍しくないですか。もう珍しい、ディガー。はいはいはい、まあまあまあ、なるほどなるほど、なるほど。いや、これ結構ね、我ながらいやらしいですよ。なるほど、お、すけなんかちょっと、え、珍しい珍しい、おしゃれですよ、おしゃれ。え、やばいやばい、コウモリ。いやコウモリはもう今日、はい、大丈夫ですか。今日、はい、はい、大丈夫ですか。全然大丈夫です、全然。ロバロケットかエレキの二択なんですけど、あ、ライドラもあるのか。じゃこれ許容すね。いや、これちょっとやばいな。あれ結構やばいっす。大丈夫ですか。あ、ね、あの使い方わかんない。事案が、はい、大丈夫ですか。いや、でもしかしですよ。大丈夫ですか。これ嫌なんじゃないですかと。いや、それ全くですね。全くみたいなのがありますね。ほんますか。ほんますね。いやー、で、なるほど。うわ、よし、あ、痛い。オッケー。痛い、謎の謎バルキー、謎バルキー。結構、よし、上手くないですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。なんか、いやでもそれは、はい、勝てないです、さすがに。さすがにそれで僕には勝てないです、さすがに。いやでもエレキと僕インフェタワーがマジで嫌なんですよ、使ってて、はい、でもザップありますからね。いや、ザップ持ってても嫌っすよ。いやー、勝ちましたね。いや、これはこれはごちそうさまです。ええ、勝ちました、そうやって。ありがとうございます。ごちそうさまです。さあ、いきますか。よろしくから行こうかな。よろしく？よろしく。スパーキーですね。おお、よろスパーなんすか？ポイズンじゃないですか。いや、これロケットに変えてたら、あ、すごいなってなるんですけど。あ、確かに、そっか。そう。あれ、逆サイバルキリ。あれ。いや、僕あの、やっぱ2手先を読んでますから、僕は。僕ぐらいになるとですよ。はい。うん。素晴らしい。ちょ、これロケット打ちたい。ロケットない説。いや、しかし。あれ？僕強っ。あれ、この時さては強い。この時強いですね。ランバーが。やばい。あら、そうでしょ。あら、いや、許容範囲ですね、全然。あら、強い。あれ、大丈夫ですか。本当にメダリました。いや、あのね、これ聞いてくださいよ。はい。これあれですよ。
いや聞いてください。初めて使いましたよね。です。あなた。聞いてください。先生。初めて使いましたよね。聞いてください、聞いてください。いや、僕もね、はい、いや、目立っていいよって言われてたんですけど、はい、その、目立り方がよくわかんない。本当にね。そう。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ言いますよ。そういうことですね。はい。なんかその、相性いいじゃないですか、ランバーとマスケット、はい。なるほどね。なるほどね。だから、はい、僕はね、その、クラルワ TV で、はい、なんか良さそうなんで、今日ね、コピーしました、僕は。で、これロケットにすればよかったんですか、じゃあ。そう。まあ、ロケットか、あと、ライドライリルとかですかね。これ最強じゃないですか。こっちメインにします、キョスパ。いやね、こっちの方が強いんですよ。なんか今、なんかわかんないですけど、環境。環境。マスケット強いですからね。マスケ強い。そう。ライキさんがマスケとランバー入れときゃ、ああ、そうそう。勝てますよ、とライキさんが言ってて。これにしましょう。これね、強いんだけどね。なんかロマンないんですよね。わかります？なんかというかロマンというか、なんかジャイスパの形使わないと勝てないんですよ。作んないと勝てないんですよ。あ、はい。あ、まあ、ジャイバレルとかで攻めたいんですよね。ジャイギャング。そう、だからワンチャンジャイガゴムレで攻めるとかしたいんですよ。でこれ結構、ほんとジャイスパの形オツみたいな感じなんで。ジャイスパの形オツは言い方がひどい。オツ、オツっていうか、でもこれが、でも形作りやすいんですよね、結構。はい。うん、結構、まあ、高回転というか、まあ、コウモリとかで回してもできるんで。うん、なるほどですね。なるほどですね。なるほどね。まあ、メタリが、メタルのがむずいっすね。メタルのも技術。っていうことですね。実は。実はね。意外と。うん。そういうことですよね。ですね。注意してください。注意してください、ね。ラッドさんの彼女、注意してください。いや、違います。これすぐ目立ってきますから、この人。違います。はい。というわけで。でも、ラッドさんの彼女、一回お会いしたいですけどね。え、いいんすか？僕めっちゃ会いたいって言ってるんですよ。え、ほんと、いやいや、全然。いや、でも、全然お会い。申し訳ないじゃないですか。いや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 。やめてください、そう言って。気使う。いや、申し訳ないから。いや、ほんとにほんとにほんとに。ちょっと、逆にラッドさんの彼女と、でも、顔出しされてないですもんね。してないっす。うん。してないっす。してないし、しないじゃないですか。はい、しません。ね。わかんない。なんか、いろんなところになんかこう、あってかもしれないから、いたずらとかわかんないけど。お会いはしたいっていうね。ぜひ。だから、なんかわかんない。こそっと、こそっとお会いしましょう。こそっと。こそっと。だから、5分でもいいし。ラッドさんの。で、デートついでに、あ、僕、ああ、ありがとうございますって言って。ぜひ、うん、はい、というわけで見てるやってくださいガヤラに本日コラボさせていただいたキョウキョウさんのねチャンネルリンク貼っておくんで皆さんチャンネル登録よろしくお願いしま す。あとコラボ動画あ、そうですねキョウキョウさん貼ってるんでぜひそちらの方を見てみてくださいというわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。